全く作業が行われていない。どういうことだ。すまない。おお、そのいでたち、そなた同志殿では。うん、スレイって言います。わしは向こう岸の町マーリンドの代表ネイフトという。スレイ殿、水神様のたたりを沈めてくれたそうな。本当に感謝しておりますぞ。そんなの気にしないで。ネイフトさん、何かお礼に話があるんじゃないですか。同志殿が水神様を沈めてくれたことにより、いずれここも穏やかな流れになり、橋も架けられるじゃろう。じゃがそれでは遅すぎる。なんとか急いで薬を届けたいのじゃ。そっか、なら。スレイさん、いや、すまなんだ、同志殿。つい頼る気持ちが出てしまった。橋の崩壊も、天族への感謝を忘れた人々への報いのようなもの。それを忘れず、橋の復旧に尽力するとしよう。ごめん、力になれなくて。気になさるな。そなたは存在自体が希望なのじゃ。むしろうつうつとしていた時に現れてくれてよかったわい。俺も何かできることを探してみるよ。本当ごめん。天族への感謝を忘れていない。いい人物だ。うん、なんとか助けてあげたい。ライラ、どうして手伝っちゃダメなんだ。僕も知りたい。スレイと重視であるアリーシャだけなら、僕の力でこの川を渡ることは可能だ。薬を届けるぐらいできるけど。スレイさんが同志の力を駆使して荷を届けてしまうと、他の人も同様にスレイさんに荷を運ぶことを求めるようになりますわ。僕らは運送屋じゃないか。じゃあ私船の船頭さんを。それはその方に負担を押し付ける結果になるかもしれません。根本的な問題を解決しろってことだね、ライラ。つまり橋の復旧を手伝うってことか。しかもその後に同志の力を当てにされないように。橋の基礎部分を岩で作り上げることはできないかな。地の天族に頼んで川底を隆起させて。確かにそれは同志にしかできないし、その後の橋の復旧作業は人に委ねられる方法だ。どう、ライラ。はい、いいと思いますわ。ここの西にそびえる霊峰と呼ばれる山に地の天族の方がおられたはずですわ。アリーシャにも伝えよう。アリーシャ、ちょっといい？スレイ、後で話の続きをしたい。そのつもりでいてくれ。分かってますよ。どうしたの？ああ、マーリンドのためにも何とか作業に身を入れてほしいと話していたんだが。旗色が悪いということか。諦めるという類のものではありませんので、辛抱強く話してみるつもりです。それでスレイ、話があるんだろ。うん、橋の復旧のために霊峰にいるっていう地の天族にお願いして、橋の基礎となる岩場を作ってもらおうかなって。そんなことまでできるのか。はい、可能だと思いますわ。スレイ、私は彼らをちゃんと説得したい。すまないが、ここに残っていいだろうか。
うん、こっちは任せて。だからそっちは頼んだよ、アリシャ。あ、任せてくれ。じゃあ行ってくるよ、霊峰ってところに。お待ちなされ。今霊峰に行くと言われたか。何かそれに問題が。霊峰レイフォルクへは近づかぬ方が良いでしょうな。かの山はドラゴン伝説が伝わる場所でしてな、人が立ち入るべきではないと言われておる。え、ドラゴン伝説？天意見聞録にはそんなこと書いてなかったけど。八天竜の伝説、ご存じないかな。世界各地に残る天族を裏切り地獄に落ちたと、八匹の竜の伝説だな。うん、その伝説の竜の一匹が霊峰レイフォルクにいるという噂じゃ。え、でも天意見聞録にはそんなこと。かの書物が全ての伝承について記しているとは限らないのではないですかな。忠告ありがとう。でも行かなきゃならないんだ。スレイ、きっと大丈夫。ライラも知らないみたいだしね。見てらんねえぜ坊やたち。このザビーダ兄さんがお手本ってやつを見せてやるぜ。兵馬は地獄へ連れてってやるのが俺の流儀さ。俺たちの力なら殺さずに沈められたな。なら坊やたちがちゃんと勝てばよかったんだろう。それに殺すことで救える奴もいるかもよ。天族か。お美しい同志様ご一行はいつの時代も優等生ぞろいだなあ。俺が同志って知ってたのか。わかるさ、兵馬に挑む物事件じゃそうは言えないからな。俺はザビーダ、よろしい、どうさ。何を。あんたたちには霊峰はまだ早い。ドラゴンがあくびしただけで眠っちまいそうだ、永遠に。ドラゴン退治が私たちの目的ではありませんか。そうなの？それもつまんないな。ライバルがいた方がもういいのに。ザビーダ、ドラゴンと戦うつもりなんだろ。そのつもりだったのならパスするって今決めた。いい加減にしろ。今度はよくできましたってね。一体何が狙いだ、ザビーダ。奴に同志様ご一行ってごちそう。盗みすくれてやる気はないってこと。ダンマ、悪かった悪かったって。もうこれぐらいにしよう。そっちから仕掛けてきたんじゃないか。誰だろう、悪かったって。俺は敵じゃない。もういいだろう。はい、
私たちが争うのは無益ですわ。さすが、話がわかる。俺たち目指してそのものは無益だぞ。な？知りません。俺は坊やの陪審になる気はない。ザビーラさん。わかった、わかったって。もう邪魔しないよ。どうしよう。スレイだ。はい、はい、どうしする。俺もう行くから、ドラゴンからはちゃんと逃げてくれ。ここには本当にドラゴンがいるのか？あんたの目は何のためについてるんだよ、スレイド。何なんだあいつは。あいつの力、浄化っていうよりむしろ汚れが食い尽くされたような。僕はあんな奴認めない。殺してまで兵馬を狩る天族なんて、ああ許せない。行きましょう。今の私たちの目的を果たすために。うん、スレイさん、責任を感じているのさ。行こう、ミクリオ、ライラ。お前は暗殺団の、俺を狙ってるのか、なんで。貴様が同志であると吹聴してるおかげで人心がどれほど乱されているか。でも俺本当に同志。それを証明できるのか。できまい。強い。引くべきだ。あれは尋常じゃないですね。兵馬でもありませんし。そうしよう。むしろ逃げる機会をくれてるって気がする。また襲ってくるだろうな。行こうか。スレイさん、今回は探検家の虫は騒がないんですの？祠に何か伝承にまつわるものがあるかもしれませんのに。確かに興味はあるけど、橋の復旧ができなくて困ってる人のことを考えるとね。我慢我慢、遺跡調査はいつでもできるよ。スレイさん、私あなたのこと少し誤解してたようですわ。ごめんなさい、スレイさん。謝るようなことじゃない。日頃の行いのせいだしね。そうですわね。そこで納得するんだ。なんだこれ。そんな、これは領域。領域？こんなに汚れてるのが。スレイさん、逃げましょう。領域は強い力を持つ者が身にまとうものですの。そこに善悪も汚れも関係ありませんわ。けど、じいじがそうだったろ。この領域の主に僕らの侵入は悟られてるはずだ。大切な不滅の使徒ドラゴン。やばいな、こんなの。逃げるのも不可能だ。私はそうですよ。自分の記憶を頼ってドラゴンなどいるはずないと鷹をくくってしまった。じゃあこのドラゴンは最近現れたってこと？まさかあなたはエドナさん？ああエドナさん、まさかあなたがドラゴンになってしまうなんて。そんなわけないでしょ。
さんが二人？だからなんでそうなるの？ダメよ、お兄ちゃん。お兄ちゃんって。もう私の声も届かないのね。来るわ、全力で逃げて。彼女が探してた天族、ライラ。はい。話してる場合？走って。まったくバカなの？え？何なの？ドラゴンバスターの有名が欲しかったの？エドナさん！ドラゴンになってしまったのかと。本当に良かったですわ。あなたは相変わらずね。そのマイペースな性格直した方がいいわ。僕たちは君を探しに来たんだ。じゃあ迂闊にドラゴンの領域に入ったの？やっぱりバカね。こいつ。ごめんなさい。まったく。で？え？私に何の用かしら？あ、うん。俺はスレイ。君の力を貸してほしいんだ。壊れた橋を復旧できるように、橋の基礎を作ってやってほしい。無理ね。え？私は人間が嫌い。自分本位で感情的。困った時だけ私たちに頼ってきて。本当面倒。それに、お兄ちゃんを置いてなんていけないから。お兄ちゃん、あのドラゴン。そう、彼はアイゼン。私のたった一人の家族よ。けど、エドナだっけ。ここにいるのは危険すぎる。そうだよ、何か考えがあるのかい？それは、沈める方法を探してたけど、どうにもならなかったわ。俺なら沈められるかな。知らないの？ドラゴンとして実体化してしまうと、浄化の炎でも沈められないんですの。それじゃエドナのお兄さんは救えないのか？殺すしかない。まあできればの話ね。それに殺すことで救える奴もいるかもよ。認めたくはないか。とにかくエドナ、ここは危険だ。俺たちに協力してくれとは言わない。せめて離れよう。そうした方がいい。あなたたちには関係ないわ。けどエドナさん。放っておいて。協力してもらうのは難しそうだ。それは別の方法を考えよう。それよりこのまま彼女を置いていけない。そうですわね。しょうがない、追いかけよう。エドナ、これは？あなたが弔ってあげたの？俺にもそれぐらいはできるから。そう。エドナ。何？いくら危険でもここを離れるつもりはないわよ。なら一緒にアイゼンを沈める方法を探しに行こう。話したでしょ、方法なんてないわ。本当にそうなのかな。天族も同志もドラゴンも本当にいたからさ。この世界にはまだ明かされていない伝説がいっぱいある。きっとドラゴンを沈める方法もどこかに眠ってるんじゃないかな。また始まったよ。うっせえ。それを信じろっていうの？うん、無理かな。分かったわ、スレイ。一緒に行く。
エドナさん。言っとくけど。何？どうしてもここから連れ出したいのなら、引っ張ってでも連れて行けばよかったのよ。伝説を追いかけるとか、自分を信じてとか、そんなので女の子を誘うなんて時代錯誤、説得力ゼロ。そう言われてもスレイには無理だな。さあライラ、売春の契約を。ちょっと待って、そこまでは。誘ったのはそっちじゃないかしら。そうだけど。いずれにせよ、ここを離れるのなら新しい器に移らないと、すぐに汚れに侵されてしまうわ。そこまで考えなかったのかしら。ああ。バカね、本当に。さ、ライラ。本当によろしいのですか？エドナさん、人間はお嫌いなのでしょう？人間は嫌いだけど、この子は嫌いじゃないわ。ありがとう、エドナ。約束よ。アイゼンを救う方法、きっと探し出して。一緒にね。毅然たる現れに宿り生まれし者よ。今、ちぎりを交わし、我が高校たるたけり、正常へ至る輝きの一女とならん。何時、承諾の意志あらば、その名を告げん。ハクディム・ユーバ。これ使って。エドナさん、器となりうる神器を持ってたんですの？やられたね、スレイ。女心は難しい。さあ、連れて行って、世界に。うん、よろしく、エドナ。